こんにちは。こんにちは。なりたこみたいな。はい。ごめんなさい。ごめんなさい。なりたこ TV。今日は、はい。成田工務店さんにはペットカテゴリーがあるみたいなんですけど、はい、広報は猫を飼ってるんですが、はい、夏に窓開けてる状態で網戸の時にその猫が出ちゃわないか心配なんですけど、成田工務店さんでやってるペットリフォームで何か対策ありますか？今ついてるのが、はい、引き違いの網戸、内側についてるタイプのスライド網戸だったら、そのネットをこうペット用のネットに張り替える、交換することはできます。普通のネットと違って一本一本が太いというか強靭な網になってるんで、猫ちゃんワンちゃんがこう爪でこうかっちゃいたとしても破けないんですよ。そのネットを使ってあげればかなり長持ちするんじゃないかな。うちの実家はペットネットで、スライド網戸作ってるんですけど、かれこれもう10年以上は破れずに持ってます。ご覧いただきありがとうございました。次回の放送まで See you next time! 成田工務TV!